どうも、シュンズ TV です。ちょっとしばらくお休みしてたのはですね、ちょっと忙しかったっていうのと、体調を崩したというので、ちょっといろいろ重なってしばらく上げてなかったんですけども、ステラルーちゃんが出ましたね。いいタイミングで出したなーってすごい思います。で、僕の予想では、てっきり、ジェラトーニの女の子バージョンが、出るんじゃないかなって思ってたら、まさかの踊りが得意なウサギのステラルーが出るとは思わなかったです。ちょっと今後のね、ディズニーに期待です。5月12日からディズニーシーに、ニモのアトラクションができますね。で、このアトラクションは、スターツアーズと一緒で、いろんなパターンがあるそうです。どうやら。そして、だいぶ先の話ですけど、2019年にソアリンがディズニーシーにできますね。で、2020年に、ディズニーランドに美女と野獣のエリアができて、で、その中には、大型アトラクション、日本限定の美女と野獣のアトラクションが、できたりとか、あとガストンの酒場ができるっていう噂もありますね。あとはベイマックスのアトラクション、そして新しいショー施設ができるという。で、この新しいショー施設も、日本オリジナルの、ショーをやるという。お話ですね。2020年ですから、もうあと3年以内にはそれが見れると思うのでね、ちょっとすごく楽しみです。ワクワクしてます。私は今月はディズニーは多分2回ぐらいしか行けないと思いますけども、まあ今後のディズニーにも期待したいと思います。では、またご覧になってください。ありがとうございました。